今回はうつ病で療養中のパパとその家族を支えるママが映画それがうつになりましてを鑑賞してみたという動画になります。映画の内容に思わず2人で号泣してしまい、鑑賞後に内容と感想を伝えるつもりが当時のことをいろいろと思い出し語り合ってしまいました。症状が重い時の当時のパパの状況やそれを間近で見ていたママの話など動画内で話しています。動画は映画を見終わった後に語り合うところからスタートしています。興味がある方はぜひ見ていってください。もう面白かった。面白かったもあるし、共感できる部分もあったし、会社辞められない、会社行かないといけないっていうふうに言ってたじゃん。なんか多分自分もそう思ってたんだけど、辞められないみたいな、辞めちゃいけないみたいな、あの時愛香がさ、辞めなきゃダメって、辞めないとダメだよっていうふうに言ってくれたおかげで、やっぱり今こうしてあるなっていうのはすごい改めて感じたかな。作中でもね、辞めないと離婚するっていうね。今は会社を見てすごい良かったって思ってる。支えてもらってきたんだなってやっぱ映画見て改めて思った。じゃあ本当に当たり前だよ。当たり前だよ。そう。いやもう泣いちゃったよ。いやー泣くつもりはなかったけどね、なんかね、やっぱりこう心に来るものがね、やっぱ一人で生きていけないんだなっていうのをすごい感じたし、作中でも奥さんの支えがやっぱすごいあって立ち直れたっていうのがすごい分かって、やっぱ自分もやっぱ重なって見える部分もすごいあって、まあ共感できる部分もたくさんあったな。多分ね、直樹は薬を飲むようになってからハイの時と鬱の時の差が激しくって、それも描かれてたじゃん。まあね、その薬の作用で鬱状態からそう状態になって気分が上がるっていう、ね、上がってって実はあったのよ。あったの、全く分かんなかった。それがねすごい怖かったのよ当時。嘘。そのやっぱ薬が体に慣れ始めて、薬が効いてくる時ってあるじゃん、で今までずっと眠ってたのに、なんか朝から活動できた日とかあったじゃん。あ、波あってね。でその時のやっぱテンションが全然違う人みたいな感じ で、すっごい怖かったのがあって、で見ててあったなって、そういうのもあったなって、俺もね、なんか見ててやっぱね、なんか共感できる部分がすごくあって、うつになってる時、まあ、もちろん今もうつ病で療養中で薬飲んでるんだけど、会社行ってる時はずっとこの状態なんだよ。自分が休んだことに対してみんなに迷惑かけてしまうみたいな、本当休むっていう選択肢はまずない、だからそこも結構うまく書かれてたなと思って。確かに、今はもう全然そういう気持ちもないし ね、まあ休んでよかった、やめてよかったっていうふうには思うんだけど、当時はもうやめるなって考えた。でもそこで、愛香がさ、仕事してもらえないと困るとかさ、お金稼がいてもらえないと困るっていうふうに言うんじゃなくてさ、仕事辞めていいんだよって、やっぱ体が大事だから、だってお金はさ、やっぱ生きていく上でさ絶対かかるものじゃん、でお金はどうにかしないといけないし、お金がなくってもやっぱある程度の生活できればさいいわけじゃん、贅沢しなくったって。でもやっぱ健康には変えられないから、もうすぐにやめてほしかったね。俺がさ、会社でさ記憶障害になってさ病院に運ばれてさ、もうその日帰ってきたじゃん、どう思った？いや、びっくりしたよ。ただただびっくりしたのと、そこまでひどかったんだっていうのと、うちはもうすぐにでもさ、その心療内科に行ってほしいっていうのあったけど、行けなかったじゃん。で、それでお父さんに連絡して、お父さんから言ってもらって、で、やっと行く決心がついたじゃん。とにかく心配、多分脳みそ調べて問題なかったじゃん。なんか全身調べたじゃん、病院で。調べた。そう、でも何もさ病気の異常はなかったじゃん、健康ですみたいな言われたじゃん、そしたら心の病気でしかないじゃん、でもとにかく心配で、やっぱその記憶なくす前とかからもやばいなっていうのはあった。あったんだ。あったし、で寝つけなかったじゃん。いや寝れなかったね、もうずっと1ヶ月ぐらいね。だから本当R くんのさ寝かしつけよりもパパの寝かしつけの方が大変なぐらいさマッサージしたりさ
何も考えないでさ、しっかり寝てほしいから頭マッサージしたりとかさ、背中マッサージとかしてもずーっとさ、眉間にしわ寄ってさ、辛そうに寝れない寝れない、しんどいしんどいってなってたじゃん。それもあったし、とにかく情緒不安定だった。そうだったんだ。そうだね。いやもう分かんないからさ、結局客観的に見れるわけじゃないから。あとね、ご飯を食べなくなった。あ、そう。あ、俺わかんねえな、それは。ご飯も全然食べなかったね。あとやっぱ顔を見るのが怖かった。ご飯食べて正面に直樹がいて、やっぱ顔を見ると目の視点が合ってないし、ほんとね、正気がない、うん、表情もそうだし、だから多分その当時とか表情を見るのが怖いっていうのは伝えたことあったと思う。言ってたかもしれない。俺その時の記憶が結構曖昧なんだよね。もうなんかああだったかなって感じ。顔を見るとこっちが泣きそうになるぐらい辛かった、それは。そう。あとやっぱニュースも見れないしさ。うわ、見れなかったね。で SNS ももうちょっと SNS も見れなかった、できなかったし、全然もう何もできなかった。もっと携帯いじれなかったね。携帯触ってない。もうひたすら寝て寝て、いっぱい寝て、外にも出られなかったしね。出れなかったからな。今、掘り起こせばいろいろと話が、ね、出てくるけど、ね、この映画通して改めてあゆかの良さが分かったっていうか、本当にいや、いや本当にありがとう、支えてもらってるんだなってこう改めて実感できたわ。違うよ、私の方が支えられてもらってるよ。映画見てる時も涙流しちゃってさ、もう本当最後の方とか、連れがさ、うん、嫁のおかげで嫁の方が辛かったと思いますみたいなセリフがあったじゃん。その時俺もそう思ってたね。俺がいることでやっぱ愛華に対してすげえ負担かけてんだろうなとかさ、辛いもんさせてんだろうなっていうのがすごい当時あって、まあ今ももちろんあるんだけど当時すごいあったね。それ思い出してブワーッ涙流しても、でもね、重なる部分はあったよ。やっぱあの俺たち結婚5年目じゃん。で作中も結婚5年目じゃん、ね、でサラリーマンでしょ。その作中の妻も仕事を辞めて離婚するって言って、うん、離婚するとは言ってないけど、やっぱ同じような感じでこと言ってきてくれたし、ああ見ててなんかすごい思い出したなっていう。本当当時のこと、私も絶対仕事辞めてもらわないとね、もう嫌だったな。こんだけさ、しんどい思いしたってさ、会社ってさ何も見てくれないわけじゃん。人生を保証してくれるの？そうだね、こうやって言った、ね、そう、心を言った、ね、壊してまでも働いてさ、うん、言ってた言ってた。それだったらもうやめてって言ったよね、うん、いや、まあ、あの言葉に救われたのかな。やっぱり焦る部分ももちろんある今。焦ってる、うん、いや前ほどじゃないけど、うん、やっぱさ、ずっとさ9年間ね、9年間集めて毎月働いて毎月給料もらってたんだよ、うん、それがピタッてこうなくなって、やっぱさすがにさ、まあね、焦るなっていうのはあるよ。子供もいるしね。その子供もいるし、うん、まあ、手当はもちろんもらってるけど、うん、いいんだよ。長いよ、長い人生でさ、ほんの一瞬だけだよ、こうやって休めんの、うん、楽しもうぜ。そうだね。てか、多分仕事辞めたの知らないじゃん。そうだよね。今日本とか来てたけど、うん、今こうして何気なく言ってるけど、うん、爆弾発言的な。確かに面白かった。それがついになりまして、ね、おすすめしてくれてありがたいよね。 DM でね、 DM で来て、ね、TikTok のコメントでも来てもらうね。来てて、で見よう見ようって思ってたけど、やっぱちょっと落ち着いた状況じゃないかね。うん、そうかもしれないね。見る余裕がなくて、まあなんとなく今日ね、ドキュメンタリーを見るか、連れが鬱になりました見るかどうするみたいな感じになって、そうそうそう、たまたま見たんだよね。そう、たまたま見た。なんかこう、うつ病の人も、まあ、見てもいいかなと思うけど、そうじゃない人も見た方がいいかなと思う、うん、もちろんうつ病ってこうなんだよって一概に言えないけどね。いろんな症状、重い軽いもあるし、ね、やっぱ上手いね、演技もさ。演技上手いよね、本当に。坂井雅人さん、うん、体がさ、硬くなってるの分かる？分かる、こうでしょ。それは猫で、うん、なんかもう
こうやってさ今自然にさ頭かいたりとかさそういう動作がさあんまなかったの分かる最初の方。あそこまで気にしてなかった。それもあったなって思った。そうすごい広い時って棒立ちとか座っててこう離しても身振りとかしなくって、うん、硬直して一点を見て見つめるような感じ、うん、そういうのもちょっと思い出したかな、うん、そっか、うん、広い状態の時って、うん、あそうやって体もリラックスできないんだなって思いながら見てた。あーそっか、あったからそういった時が、うん、そんな感じかな、うん、おすすめです急にいやぜひ見てほしい。こんな感じでゆったりと終わりたいと思います、うん、すごいいい作品でした。ぜひ見てください、うん、よかったです。言葉が出てこない全然、ね、おすすめしてくれてありがとうございます、うん、ありがとうございます。本当にいい映画でした。じゃあこんな感じで終わりまーす。すごいまったりだけど、まあいいよな、たまには、ね、うん、いいよ。